ではない。これマイク入ってるの？魂のラジオ。はい。入れちゃダメじゃない今のところで。いいんでマイクオンになりますって書いてある。じゃあじゃあ今のところで入れちゃダメじゃない。はい、始まりました。春木正義の魂のラジオ。ね、メイン MC の。なんかバックに映っちゃってたしも。春木正義さんですけども。ね、どうも。はじめまして。自己紹介してもらって。大阪西成愛林地区の、おっさんです。そんな適当なこと言っていいんですか。あ、嘘あ、なんだっけ、はい、俺なんだったっけ、あ、そう、カラーズ所属、パーティーメイソン株式会社、はい、スマイルの、はい、ライバーの春木正義でございます。春木正義でございます。はい、私がサブ MC を務めさせていただきます。KAG でカズと申しますけれども、俳優活動しております。よろしくお願いいたします。なんか首にコールセットついてる。首にコールセットつけてる。なんか動かなくなっちゃって。虹顎を隠してるバレた。ちょ、輪郭がさ、今日やばいなと思って、ちょっと隠そうと思って。なんで加工とかしてもらえばいいじゃん。何加工できんの。じゃあなんかビューティーフェイスとか言うんでしょ。気になっちゃう、お年頃だからね、じゃあ早速色気づきをって、この色気づきをってこの場所の、そう、ね、まずね、うん、何回もしつこく言ってるけど、ね、皆さん聞いてください。さあ、ね、パワーのこのねスタッフに何回も言ってるんだけどね、この紙の裏側にね説明書を書いてくれって読みやすいのよ。ちょっと局長そこにいるの聞こえてんだろそう、この紙の裏側に書かなきゃダメだ。そうしてたら僕が読みながらもあちらも見えるという形になって。ねえ、ほんと僕は裏をね想像しながら読んできました。アイチジップのジェームスみたいになってきたじゃんこれ。なんでよ、いきます。オゾンイオンのパワーで脱臭除菌低濃度オゾン発液トレールフレッシュ。よう読めるな、逆さで。すごない、すごいな、さすが大学生。大学生の方がいいのかな。役者より大学生。オゾンが出ておりまして、除菌消臭する。あ、これ紙持ってくるの忘れた。何の紙。それあげるよ。じゃ あげる。まあまあ別にいいんだけどさ進行表が書いてある。読んでくれれば俺が分かるから。じゃあ僕が読む、ね、じゃあ僕が読むの。読んでって言ってもらったら大事に読むの。あ、じゃあ僕の宣伝もしていいですか。いいよ、どうぞ宣伝。まずだってあなたの宣伝からまず始めないといけないね。トレール終わったし。今流れてる BGM ですけども、ステインという曲でございまして、僕が YouTube の方にね、いろいろと作品を上げているんですが、兄弟で、うん、お姉様がいまして、お姉様が音楽の人で歌を歌ったりとかで、うん、ファーストシングルも上がってますし、カバーも上げてると、うん、で、あれだけでなく僕も歌ったりとか、うん、姉の後ろで踊ったりとか、まあなんかペヤングの極激辛食ったりとか。ああ、極激も消えちゃったんだけど、消えたりとか、カープールやったりとか、僕がメイクしてなんか女装してみたとかね。これ結構ね、うん、いいよ、見てください。いいよ別に俺別にメイク戦士メンズメイクの方もあるからね。しないもん。ぜひ見てもらってって感じで。なんか顔にクレヨン塗ってみたいになってるからみんななんかさ、女の人が化粧するとさ、ほんと普通に見えるけどさ、男の人が化粧するとさ、みんななんかさ、あれじゃない、クレヨンで顔塗ったみたいな顔になる。僕結構自然じゃない。キリほらお前、ただお前ニベア塗っただけやん。ニベアじゃないのよ。余裕だもん。ニベアみたいな。唇はニベアなんだけどね。まあ、ロニベアやろ。なまあ、ワセリン塗っときゃいいことやろ。西成のおっさんやめ。え、西成のおじさんやめ。じゃあ西成のおっさんもっとひどいってお前。左側半分こうなってるから。何がこうなってる。何持ってんのこれ。え、何も持ってないの。もなんでこういう感じの人なんで、ビッコ引いてあるってこと。ビッコだよ。ビッコだからかこうずっずっとある。ずっとある。でカメラの前に現れる。カメラの。そう、わざとこうカメラの前やったのか。やったのか。こういう感じ、はいはい、こういう感じこうして。マジですよ、マジですよ。だいぶいないでしょ。はいはいはい。こいつだ。来た、西成さん。誰やお前。カメラに来た。誰の具合お前やって。お前カメラ回しとんねん。お前カメラのとこまで映りに来るんだな。誰の具合やってお前。じゃあ、何やお前。あ、なるほどね。まあ、橋本お前な、お前大阪ぶっ壊す言うてんけど、お前なや、わしの家もぶっ壊すんかいな、お前。わし家持っとらんけどな。意味を履き違えている。うん。だいたい持ってないから。家持ってないおっさんに限って言うからね。なるほどね。わしの家もぶっ壊すんかいな、橋本だ。わし家持っとらんけどな。見え、なんだろうね。飲みかけのワンカップ大関とか130円で買うてって持ってくる。シーカマとか。
そうそう、ね、食ってる最中のやつ、はいはいはい、食ってる最中、食ってる最中のやつ、あと断面が見えちゃうから、ね、そう、広田10円とか40円とかで売り出すから。あ、缶もね、あれ結構大変らしいね、集めてるっていうのは。空き缶をさ集めて売ったりする人って結構いるじゃない。あ、いる ね、あれ空き缶、そうはなりたくないね。8キロ。でもね、今のね、このね、日本の財政だったらなるぞ。やばいよ、みんなお金ないでしょ。おい、大学生、大学生です。どうだい、なんつうの、仕事あると思う、この先アルバイト。いや、違う、今さ、じゃあさ、今、はいはいはい、ね、そこにいるスタッフの人たちもそうだけど、はい、じゃあ、あれも大学生だ、あの子も大学生なんだろう、うん、あの子も大学生で、赤学生だったよね。違うの。あ、違った。ブー太郎。あ、ブー太郎って言い方しちゃいけないか。仕事してるか。あのさ、あれだよ、あの今やってる仕事がさ、はいはいはい、例えば局長が、はいはいはい、わこせよって言って、あ、はい、モラハラとかって言って、はいはい、やめてくアホみたいなやつおるやん、はいはい、今な、でやめたったらね、だってさ、ね、それで辞めましたで、俺別にさ、うん、そのモラハラとかパワハラとかっていうことを言いたいわけじゃない。ほい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 。今このコロナの状態でね、コロナの状態、求人募集のね、あのやつ出してるけど、みんな、うちも正直出してるよ、うん、あれはね、宣伝。あー、なるほどね。お店がありますよって PR だけでね、実際従業員なんか雇ってない。あ、そういう効果あるんだ。そうだよ、一番だってネットで上がるんだから。おー、ホームページ作ったってすぐネットに上がらないんだからさ、わざとさ、求人広告とか使うんだよ。なるほどね。こうやってさ、5万10万出して、それで、うん、あの SEO 対策で上に上げるようにするんだよ。おお、うん、だから実際はアルバイトなんか雇ってないんだよ。ほう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 。でも人手不足です、人手不足ですって言ってんの、はいはい、でも実際は人手不足じゃないんだよ、来てほしくないんだよ。あら、だってもしそれこそさ、お前ヘクションクラスター、お前あのさ、今くしゃみしちゃったけどさ、うん、なヘクションクラスター出ました、なんつうの、それこそコロナ持ってこられてさ、うんうんうん、じゃあ局の中にコロナの人が1人出ましたっていうか、今だったら4人いるわけだろ、うんうんうん、そしたら4人の中の1人がさ、うん、コロナでしたって言ったら4人全員検査行かなきゃいけない。確かにね。そしたらもう4人動けないんだよ、うん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 、ほんで検査で陰性でしたって言っても14日間はさ、そうだ ね、隔離期間、隔離っていうか、まあ陰性であっても14日間は気をつけてくださいっていうことを言わなくちゃいけないんだよ。ヘッキションクラスター、ヘッキションクラスター。あの、そう考えると、はいはい、やっぱね、仕事ないんだよ。なるほど、リスクを負ってまで人を得たくないと。うん、だからうちなんかでも、ね、クリニカホワイトっていう新しいね、お店を出しましたけど、ホワイトニングのお店でございます。うん、あのトレイルも置かしてもらってるし、うんうんうん、ね、なんていうの、セルフケミカル、ちょ、読んだよ、あの老眼だから見えない。セルフケミカルトゥースクリーニングですね、うん、SCTC。まあいいや、それぐらいで、はいはいはい、うん、まあこれみ、あの他の人はみんな見えるから呼んでもろって、うん、なんていうの、こういうお店やってるけど、やっぱ、ね、募集はすごい来る。うーん、でね、俺はね、できるだけ雇ってあげてる。へえ、うん、だけどね、やっぱ世の中お金がないから、ホワイトニングスタッフってこと。そうそうそう、うん、セルフつったってスタッフがいて、ちゃんとそのね、いらっしゃいませ言うて、でこう薬剤を渡したりとか、はいはいはい、でちょっと一回いいので引っ張られてみたりとか、うん、引っ張らないけど、ハラスメントよ、それこそ。優しくね、はいはい、丁寧にいろいろね、するわけじゃん、はいはいはい、でそれで俺もなんつうの、練習台で何回も何回もやって、まあ俺はもっと歯並び綺麗だけど、うんうんうん、やってるけど、うん、口臭予防とかそういうのになるから、うん、うん、彼女で来てチューした時に臭いって言われないから、最悪だね、最悪だね、うん、もうちょっとしたくないみたいなね、うんうん、それ多分ね、今見てる人みんなね経験してると思うんだけど、あれあれ、まあ、うん、あ、彼女口臭って思ったこととかあると思う、あれあれ、そういうのも全部こうね、要は白くするっていうじゃん、うんうんうん、歯が白くなるわけがないじゃん、元から、ほう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 、生まれつき骨なんだから、これはい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 、そう、ただそのよ、生まれつきついてきたこの着色汚れを徐々に徐々に綺麗に取っていって、生まれた時の歯に戻すみたいな、うん、あ、元に戻そう作戦ね。なるほど、なんだけど、あの、うん、悪いところはその薬剤をね、あの浸透させて、それで歯自体のね、うん、エナメル質を白くしようっていうね、うんうんうん、そういう薬事法違反に引っかかるような薬を使っているところもあるんだけど、ほうほうほう、うちはそういうの一切してないから、素晴らしい、だからみんなね、やったら歯がトゥルントゥルンになったって帰ってくる、トゥルントゥルン、だから要は汚れが全部取れちゃうから、トゥルントゥルン、なんかこんなに歯磨いてもトゥルントゥルンになるっていうぐらいトゥルントゥルンになった、まあ、歯磨きじゃできないよね、歯磨きじゃできない、うん、
それを落とすって無駄にね、あの放射時間を長くして、うんうんうん、でどうですかって言ってるとこもあるけど、放射時間だってね8分でいいのよ、うん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 、12分のとこがあるんでしょ、あるある、うん、だからね、紫外線なんかそんなにいっぱい当ててたっていいことないから、あはい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 、うん、そうでしょ、だって日焼けサロンだってさ、初めからさどでかいの当てるとさ、あお疲れ様でした、お疲れ様でした、あ今ね一人帰るからお疲れ様でしたって言ってたのね、うん、あのね、お世話になりましたからね、そうだって、日焼けサロンだって初めから強いの当てたら大変なことになるでしょ、大やけどみたいになるでしょ、あ大やけどなるんだ、それと一緒でね、はい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 、決まった量があるんですよ、何でもかんでもね多く当てればいいってもんじゃないの、なるほどね、陰踏んでみて、陰踏んで、陰分かんないけど陰踏んでみて、ちょっと待って待って、できない、何でもかんでも当てちゃダメなんだ、うん、カムサハムリだ無理の無理なんだよな、バカじゃないの、無理なんだよな、無茶ぶりに対応できないよね、やばいね、ちょっと、うん、向上していきましょう、そういう能力、そうそうそう、なんかね、とりあえずね今回のね、うん、あのコロナに関しては、はいはいはい、まあ、正直ねもうどうにもできないよね、人類史上、うん、で俺らもラジオ始めてさ、コロナのためにやってるわけじゃないんだけど、そうね、うん、コロナの話しかできないのよ、もう一回もう一回ね、だって下手にさ、実はさ明太パークに行きましたとか言ってさ、缶バッチ買ってきましたとかって言ったらさ、お前何何、愛知県まで行ってんの、明太パークのね、明太パーク、はいはいはい、うん、昨日明太パークの話盛り上がってたけど、ほん、なんだけどさ、そういうわけにいかないじゃん、うん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 、だから結局コロナの話しかできないってことで、まあ身の回りの話はできるけど、ね、まあでも実際問題は俺家から全く出ないんだけどね、ここに来る時だけなんだけどね、はいはいはい、はい、うん、もうほらもうサッカーボールみたいに当たり前に出してるけど、これ、ね、言ってほしいよね言って今から出しますよとか言ってくれればさ、おおコロナコロナっつってさ、いきなり出てきたらさ、なんかサッカーボールの気持ち悪いなんかカビ生えたみたいなのが出てきたぞと思ってさ、今びっくりしたんだけど、ごめんなさいって言うんだったら初めから局長後ろにいるんだからちゃんとやりなさいはいはい、これがコロナウイルスです、あ、じゃあ今のパワハラ、あら今のパワハラだよな、こうやって掴み上げてこうやって頭叩いてたもん、全然そんな、だってさこのガラス越しにバッチンバチン聞こえたもん、聞こえたかもしれない、やばい、結構暴力的だぞこの曲気をつけようぜ、もう何でも言っちゃうね、あれコロナだから、うん、これはねもうね、ああもうダメだってことでね、はいはいはい、一曲挟ましてもらっていいですか、かけますか、かけますか、名曲を、はいはい、名曲ですけど、あのねどうしてもね俺おっさんなもんでね、はいはい、あの若い曲の歌わかんないわけよ、これでも若者でも知ってるよ、うん、例えばこの部活入ってる人とかね、じゃあ俺がかけたの今お願いした曲は、うん、その原曲なんだけど、うん、その当時のワンズじゃなくて、ほうほうほう、そのワンズのねボーカルだった上杉さんっていう人と、ほうほうほう、ワンズはもう解散しちゃってるから上杉さんと小田哲郎さん、はいはいはい、で小田哲郎さんが作った曲なんだ、これ、作った人と一緒に歌うって、作った人と一緒に歌うっていうやつがたまたま YouTube にあったの、おおいいね、おこれいいじゃん、これなら著作権にも、ワンズと小田哲郎ってやったけど、そうそう、だからワンズのボーカルの上杉なんとかっつっても誰もわかんないんですよ、あなるほどね、だからワンズ、じゃあ1曲目、そうそう、早速かけていきましょうか、そうよろしく、1曲目お願いします、ワンズと小田哲郎で世界が終わるまでは、どうぞどうぞ、いいねこれいいよ、
いいですね、めちゃくちゃかっこいいですよ。でしょ、だからスラダンですよね。スラダンっていうの、スラムダンク、バスケがしたいです。あ、そう、僕あれに似てるって言われてた昔。ちょっと髪長いじゃん。そんなかっこよくないよ、何してるんだよバカ。髪が長かったの、お前何回聞かれたみたいな顔してるせい、何言ってんだよ。言い過ぎやろって言うたわ、悲しいんだが、はいはいはい、ね、えかっこいい曲ですけど、かっこいい曲だって、世界が終わるまではコロナが終わらない可能性があると。確かに世界が先に終わっちゃうかもしれないと。でね、本当に今ね、これはね、言い方失礼なんだけど、はいはい、これを言うとね、怒られるかもしれないけど、怒られるかもしれない、ね、俺らの時代っていうのはほら、もう45歳とかの人たちっていうのはさ、縦社会っていうよりも、もう上下関係で成り立ってた世界なんだけど、はい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 、もうだからもう右行ったら右、左行ったら左、はいはいはい、はい、で、テレビ局とかさ、うん、そういうの入ったりするじゃない、あなたの舞台とかで、うんうんうん、AD さんとかがさ、もう3日間家帰んねえでさ、廊下で寝てたりしてるでしょ。 あんなの完全にさ、労働基準局違反じゃん、はい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 、だけどさ、それをそんなの関係なしに仕事を覚えていかなきゃいけないからああやってやってるわけでしょ、うん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 、そういうのをさ、クリアした人たちがみんなさ、偉くなってるわけ、うん、あ、はいはい、だけど今の世の中ではさ、うん、それがダメだこれがダメだ、過労死の原因だ、あだこうだ、あ、まあそれよ ね、よくも悪くもってところはあるよね。で、別に俺はそれはいいと思うのよ、うんうんうん、で、俺のうちの会社も8時間以上労働させないっていうふうにしてるし、うちの会社 全体的に、まあそれそうよね、うん、別に言われたくないんじゃなくて、みんなでいい仕事をするためにね、まあ、パフォーマンスのために、はい、睡眠とかも大事だしね、パフォーマンスを良くするためにあえてそうはしてるけど、うんうん、なんていうのかな、今回の件で、うん、まあ仕事がないから溢れてるから、みんな、うんうんうん、いろいろなところに内、俺に内緒で、面接行ったりとかしてるわけ。ああ、別のところで、ね、俺のとこ電話かかってくるわけ。ほうほうほう、今飲んでくるか、というんですね、うん、ハルさんとこの従業員があの バイトで面接来たんですけど、蹴りましたとか、ね、ああ、はいはいはい、でも俺からすれば蹴らなくてもいいよって、あ、本当に今仕事選んでる場合じゃないから、はいはいはい、まあ、変な道に進まなきゃいいよって、うん、で、変な道に進んでるのいっぱいいるじゃん、人蹴飛ばしたとか、なんか1万円取ったとか、怒りが溜まってね、フラストレーションからとか、知らないけどさ、小銭取るのにさ、わざわざコンビニ行こうとして8万円取りましたとかさ、あ、はい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 、後ろから女の人引っ張られて3万円取りましたとかってニュースやってんじゃん、うんうんうん、ね、家に押し入ってとかもあるし、はい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 、あんなことするよりもさと思って、俺は一生懸命、まあ、なるだけ仕事を作る方向でね、うんうんうん、考えてるんだけど、本日のね、コロナのね、はいはい、感染状況、はいはいはい、感染状況、まあ、すごいね、どうぞ。じゃあ上からいっていきましょうか、うん、5月14日東京都854人、大阪府576人、はい、兵庫県314人、はい、愛知県598人、岐阜県155人、福岡県はまだわからない、長崎県は29人、北海道593人、広島県166人、まだ追加があるそうです。岡山県166人、17時22分時点での、今日の感染者数と。これね、と、あ、なんか大阪が576人になったからちょっとなんか減ったのかなと思うんだけど、はいはいはい、実際はこれ2日前に病院に行った人ってことだから、ほう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 、ね、で今日病院に行ってる人の結果っていうのは日曜日に出るわけじゃん、うん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 、でまた土日にまた病院に行けないから、うんうんうん、今度月からちょっと減ったりとかして、なるほどなるほど、まあ減ったり上がったりだよね、ゴールデンウィークの人たち2週間後に、ね、うん、そうだ ね、であるから、上がり方としてちょっとさ、かわいそうなんだ、俺北海道かわいそうだなって、北海道上がってきてる、北海道はさ、ね、土地の広さの割にさ、札幌市とすすきの市に固まっちゃってて、うん、はい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 、他のところはさ、2つに固まってんだ、結構少ないか数字で困ってるみたいな、うん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 、で、なんつうのクラスター、なんつうのクラスター挟むのやめな、あ、そうか、はいはいはい、なんつうの、北海道全体がね、この16日からなんだっけ、16日からですね、北海道など16日から緊急事態宣言へということで、そうなの、これがね、北海道、広島緊急事態宣言、はいはいはい、さっきね、ちょうど来る時にね、国会中継見てたんだけど、うんうんうん、俺ね、なんかね、最近ね、国会中継とか見るんだよ。
まあ家にいるんだったらね、もういるよね。なんつのいかに寝てるね議員が何人いるかって、そいつらのね議員事務所に行って文句言ってやろうと思ってお前ら、はいはいはい、お前給料全額寄付しろって言ってやろうと思ってさ、欲しいね、普通に欲しい、普通に欲しいよね本当、うん、みんなね5000ずつも欲しいよね。宣言北海道、岡山、広島の3つだそうです、うん、あそうだね、うんうんうん、でこれ広島県っていうのはさ横に広いで岡山県と合わせたらすごい広さなの、ね、横長だからさ、はい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 、そしたら広島の人も気をつけないといけないし、うん、もうなってしまった人はなってしまった人でね、うんうん、前とちょっと考え方が違うから、ほうほうほう、前はねマスクしてないとかそういう対策をしてないからだったけど、今回の場合はもうインド株とか、インド株、うん、その変異型のね N501Y ってやつのやつの感染力がすごくて 1.9 倍とか言われてて、今インドの川じゃさ、あの死体が流れてるっていうの、人も多いもんね、もうだから死体をさ片付けられないから川に流しちゃうんだって、うわ、で 川にさ死体が浮き上がってんだっていっぱい、うんうんうん、でもそれの処理もできないっていう残酷な状態が今起きてるから、インドだったかな、常にさ炎が燃えてて、うんうん、その感染して死んでしまった方はもうすぐにそこに放り投げてしまうみたいなところもあるみたいだね、残酷と思いながらニュース見てたけど、スペインだったかメキシコだったかもうアイススケートリンクを国が勝手に、うん、買うというか借り上げというか、はいはいはい、無条件で取り上げてそこを死体置き場にしてる、やだねアイススケートリンクの上、アイススケートリンクだからさ冷えてるから、冷暗所みたいな、冷暗所みたいなしてるらしい、ね、そういうのがねいっぱいね世界中で出てきてて、この日本っていうのはねうつらバカなのかなんだか知んないけど、はいはいはい、とっても平和な国だからさ、ね、まだそこまでは行ってないけど、 そこまで行く前にね行政がねもうちょっと動いてほしいなと思うんだけどね、オリンピックなんて言ってる場合じゃないだろうってねそうね、うん、それはこの前デモが起きた時に、お日本でもデモやるんだ、まあ今ちょこちょこの規模ではあるけどね、結構デカめだったぜ国立競技場の周りのやつは、そうなんだ、あらかじめ日本でもデカめになるんじゃない、へえ、うん、だけどそうだね、なった人たちは本当も申し訳ないけど、なんつーの、うん、一日も早い、ね、回復を祈っておりますとしか言えないし、うん、そうね、昔みたいにね、バカじゃないよなんて言ってらんないよ、そうね、うん、もうだってこれね、俺の友達のね、大分県の人から今日連絡が来て、はいはい、55人さっき言ったかな、はいはい、大分55人、ね、長崎県なんか29人来てるじゃん、うわー増えたね、もう緊急事態宣言ないと長崎帰ろうかな俺だってさ長崎でも俺離島中の離島だからさ、多分誰もコロナになってねえぞ、離島なの、五島列島だから、あ五島列島なの、五島列島の中でもとてつもなくちっちゃい島だからさ、ああほう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 、なんつうんだ、多分コロナのこの字もないと思う、まあ超いいねその代わりあれだよ、自動販売機1個しかない、自動販売機1個しかないんすか、うん、島、それ補充どうなんのそれ、補充常に売り切れてしょ、 おじいちゃんがなんか隣の島から買ってきたジュースこうやって、隣の島から買って規模感なのよ、なんかコカ・コーラって書いてあるけどサンガリアのジュース一生懸命入れてるよ、40円くらいで買ってきたやつ、そしたらと違うやつ出てくるやん、あ全然出てくるよ、いつも楽しいね、それはそれで、なるほどね、まあだからね、広がってますけど、皆さんもお金をね使わないように、うん、なるだけね、うんうんうん、でなんだろう、外に出ないように、はいはいはい、自分のね会社の人間には本当に言ってんだけど、外に出ないでくださいと、ほうほうほう、本当にもう必要最低限にしよう、うんうんうん、でまあうちの会社の子でね一人暮らしの子とかだったら、うん、もうあれもしあれだったら俺一対一で行っちゃちょっと失礼だから、ほうほう、一応従業員連れてって言って、うん、でコストコとかでさ買いだめして、うん、俺カード持ってるから、はいはいはい、それで入っててさ、もう買って、うん、ちょっとの間に月末までちょっとおとなしくしようとかね、そういう話はしてるけど誰もね頼んでは来ないけどさ、連絡切られてんだなそうなんかな、うん、多分あれでしょ、遠慮してんじゃないのかな、うん、あとはホワイトニングの方で昨日やったのは、ほうほうほう、一応給料日、ホワイトニングサロンの方は15日給料日なんで、クリニカホワイトね、うん、クリニカホワイトね、はいはい、クリニカホワイトね、クリニカホワイトね、こちらからクリニカホワイトね、大事なことは3回言うクリニカホワイトね、6回ぐらい言ったけどね、あ本当まあね、あえてねこれ偉そうなこと言うわけじゃないんだけど、ほうほう、大した額じゃないんだけど、15日の給料日
土日になっちゃうでしょ、うん、土日になると銀行休みじゃん。あ、前倒しで。じゃあそう、前倒しで昨日出したんだけど、ね、ほうほうほう、うん、でもやっぱりねえ、本当1万円でも2万円でもっていうのもあるし、大きいよね。で逆にね、少しお金のある方、うんうんうん、のね、ぜひね、この機会にマスクをしてるから口の中はいいだろうと思ってみんな直してない人いっぱいいるけど、ああ、なるほど、確かにね、うん、確かに確かに。そんでね、今ね、なんていうの、共立湘南高須みたいな感じで今ね、ここ以外はね、こう共立湘南って言ってるみたいだけどはい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 、うん、いろいろ直してたりさ、なんか注射打ったりしてるらしいけど、うん、ね、なんと二重この後の人がいるけど、はいはいはい、上がりすぎないよ。あ、そうなの、まあ、釣り目にしたりする人もいるけどね、うん、でも虫歯予防にもなるからね。うん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 、でうちはね、普通の店と比べて激安だから。めっちゃ安いよね。安い、いくらか3000円ぐらいね。まあ初回3000円。あ、はいはい。で割引いっぱいつけてるから、うんうんうん、それこそはね、はるきまさよしの魂のラジオ見ましたって言ってね、あ、来てくれた。あのテレビ見ましたね。違うな、そうだな、鳥越アズーリを見ましたって言ったら、行った方がいい、500円割引しようか。おお、今この場で決まりました。今この場で決まりました。鳥越アズーリ FM をオーナーですから、うん、見てきましたという方には、はいはい、初回料金を3000のところ2500円にしましょう。うわー、何この番組らしい感じ。もういいと思う。だってマジ打ち合わせゼロだね。ゼロだね。急に考えたの。多分びっくりしてるよ今。すぐワンコインサービスしちゃうから。まあ素晴らしいね、サービス精神旺盛なのよ。そうね、うん、韓国で大流行。え、2回目3回目でもさ、この値段でいいの、この3300円みたいな、うん、めっちゃ安じゃん安いと思うよ俺は。その代わり通いやすいじゃん、うん、でね、他のところ実はね、こういうこと言うんだよ。2週間は空けてください。ほう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 。でその理由はなぜかというとね、うん、あんまりよろしくないんで。あ、強すぎる、強すぎると良くない。使っちゃってるから。お前らが強いの使ってるだけじゃないけど。なるほどね。ね、言っとくけどね、一発で普通に白くなるから。だから逆にね、白くなった後ね、あれは食わないでください、コーヒーは飲まないでください、タバコ吸わないでくださいって言うんだよ。友達がそう言ってたら、ステイン系のものだ、悪色素ついてたら、ブドウジュースとかだねみたいな。ステインは今流れてる曲です。そうだよな、はい、それでさ言うんだけど、はいはいはい、ね、いいんだよ別に。ほ、その代わりこの金額だったらさ、あれじゃない、あ、ちょっと気になるなと、あ、気になるなと思ったら、うんうんうん、さっと来れるじゃん。行ってみて、ダメだったらもう使わなきゃいいだけだしね。うん、そう、あれちょっとロマンスカーまで時間あるな、ちょっと30分行ってみようとかさ。ロマンスカーの両手、ね。ほんで、1回、2回、3回ってちゃんと書いてあるでしょ。はいはいはい、はい。1回ってことは8分なんだよ。そしたら、言ったらさ、なんだ、15分時間あるわ、じゃあちょっと1回だけ行っとこう。それだけでも綺麗になるから。でもちょっと違うからね。素晴らしいね、うん、まあ一回行ってみてっていうのはありだよね。そう、一回行ってみてって感じだよね、うんうん、そういうなんかシステムにしようかな。ほうほうほう、面白いね。で、これ ね、これ熱いから、これなんかこれつける、ちょっとつけて、ここにあるファンのスイッチを。なんか今日ね、暑かったらね、なんかね、扇風機をね、あ、ついたついた、扇風機をねって置いてくれたんだ。僕の方しか向いてないけど大丈夫そう、うん、ありがとうありがとう。ね、なんでメイン MC にかかんないのこの風あ、涼しい。だってさ、今俺、今言っていい、今左足の肘だけなんか微妙に冷たいくらいになってるけど、これ歌流してる間にちょっと直しに来ないと。全員あれだよ、腕立て伏せ300回と逆立ちしてから30分間絶対俺手離さないからね。どういうこと。逆立ちずっと30分ことずっと持つから。ああ、もうどうにも抗えないですね。うん、絶対にね、絶対に頭に血のぼらしたのつら。じゃあぜひこのファンを直すためにもね、うん、ためにもとか言い方おかしいけど、2曲目いきましょうか。2曲目ね、これね、俺がね高校時代にね、実はバンドマンやってた。おー、バンドやってたの。バンドやってたの。だからギターって曲だよね。あー、なるほどね。え、パート、え、パート、ギターボーカル、これギターとボーカル。あー、ギターボーね、うん、いいね。大好きだよ、目立ちたがり屋だった。え、これ歌やってたの。この歌やった。春木雅史さんが昔やっていた曲でございます。うん、ロック大好きだからね。じゃあ、行ってもいいですか。どうぞ、お願いします。2曲目いきます。ズギーで How、 どうぞ。いいね、本当になる、ちゃんと。
いい曲、ボリーでしょ、これやってたの、うん、俺こういうロックしかやらないの、もうザって感じですね、ザロックでしょ、ザザザ、あのジギーを知ってる人が少ないと思うんだよね、あ名前はって感じで、多分違う曲もっと有名じゃないですか、違う曲もっと有名だったし、グロリアでしょかな、それだ、カタカナでグロリアでしょ、グロリアでしょ、おーおーグロリアでしょ、あそれ、うん、それか、それが一番有名なのかな、あとはなんか、うん、コナンかなんかの歌もやってたしね、あだからわかんのかも、うん、コナンの曲も多分わかるな、そうそうそう、そういうのもあったけどね、はいはい、じゃあここで電撃発表しちゃいましょうか、電撃発表しちゃう、このラジオを見ている皆さん、ほう、なんと春木雅義、はい、カラーズ所属パーティーメイソン株式会社のスマイル、今さっきホームページで言うとスマイルのライバーです、パーティーメイソンスマイルライバー、はい、そうスマイルという、あの吉田っていう社長の、はい、下でライバーをやっているものでございます。で、今までポコチャというね、はいはい、あの配信アプリ私もやってますけど、あやってますね、はいはい、でうちの事務所もかなりのでかい規模なんですけど、うんうん、その中で俺はあのトップ200、トップ200、うん、あなたのお姉ちゃんと一緒ね、トップ200にいつも入ってたね、ポコチャ全体でトップ200、うん、あなたのお姉さんもそうだったね、あなたのお姉さんもそうだね、ずっとね、うんうん、なんだけど、この度ですね、5月8日をもちまして、うんうん、ポコチャの方の配信の方は、はいはい、ガチャ配信は終わりました、ガチャ配信要は1年間やったんで、そうそうそう、次のステップに行くことに決めました、おーポコチャ踏んだから、ポコチャで十分、次はもう何かに行くわけね、行くわけ、何に行くんですか、17ライブ、17ライブ、また大手ですけども、うん、17ライブはね、多分みんな知ってると思うんだけど、うんうんうん、これはね、初心者のね、うん、あれじゃないんだよね、ほう、まあ、誰でも簡単になれる、うんうんうん、ライバーにもなれるし、あれなんだけど、携帯1であればね、携帯1であれば何でもできるんだけど、そう、それでもこうやってやって、あーってこうやってアホみたいな顔してやればいいんだけどはいはいはい、ね、なんだけど、うん、そのポコチャとの違いがあってさ、はいはいはい、ポコチャっていうのは無料ボックスとかさ、うんうんうん、そういうのがあって無料でね、無課金の状態で永遠とやってられるわけよ、うん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 、それでも全然ライバーとしては嬉しいわけ、毎日来てくれてコメントしてくれる、うん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 、でボックス開いた分だけど無料分だけでも投げてくれればさ、はいはい、ライバーのお金にはならないんだけど、うん、まあランク自体もでもね、応援ポイントとして応援されたっていう部分では上に上がるわけ、うん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 、そういうオチがある、うんうんうん、だからこの17ライブに関しては一切ないです、あらだからもう完全に投げられた分の、なるほど、ここちゃんはそのランクに応じた時給があって、そう時給があってのプラスで応援された分だけど、17はもう応援された分なんだ、そうそうそう、だから ね、 ね S 隊でね9ヶ月間もいたんだけど、うん、まあ1年目の区切りとして、で事務所でこう相談をした結果、うんうん、ちょっとワンランク上に行ってみようかと、うん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 、で失敗したら失敗したでいいじゃないかと、うんうんうん、でも年も年だしさ、ほうほうほう、言うてじゃない、うん、言うて45で今年46になるぞ、お前言うとくけど、お前今日5月14日やろ、なお前あと4ヶ月もしたらお前46になって、お前試写購入したら50やぞ、なんでいきなり関西弁になってん、おい50になったらどうすんのお前、50なんだよ、まだコンドロイチン買えよ、5年あるコンドロイチン、なんでコンドロイチン、僕が買わなきゃいけない、なんで買わなきゃいけない、じゃあなかった青汁買えよ、青汁、よく青汁、夜中のしやってるやん、やってる、この青汁を24年間水に溶いて飲みましたってはい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 、はい、うちの父親にも飲ませてみましたって、よく泣く猫がよく寝なく泣くなく泣くなくなりました、結果には個人差があります、え結果には個人差があります、そうそうそう出てるでしょ、この青汁を24年間水に溶いて飲んでおりましたって言ってやってる、24年前に青汁なんか売ってなかったわよ僕、あらそう本当にめっちゃ嘘つきやんな通じやめろ、そこまでやると突き抜けておもろいね、うんうん、あれ好きだけどな、あの俺 CM 大好きだよ、え、CM、もちろん始めてるの、始めてない、いつから、それはね一応ねポコちゃんの方が、はいはい、今ね A2 ぐらいまで落ちたかな、はいはいはい、もうボックス枠にしてるから、まあ、計画的落とす、そう今までねみんなにね投げてもらった分を、はいはい、まあボックスで還元しようと、ほう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 、いう感じでボックスを還元しなくていいから好きなだけボックス持ってってくださいっていうね、うん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 、
垂れ流しじゃないけど、はいはい、まあシュレッダー配信って言われてる。あ、だからシュレッダーなのね。そう、あのね、一時期名前をシュレッダーにしてたから、ずっと家でシュレッダーしてるから。ああ、はい、はいはい。シュレッダー配信みたいな。なるほどね。これがもうちょっとしたら終わるから、うんうん、そうだね、20日ぐらいかな。から17をシフトしていく感じかな。なるほどね。じゃあこれを配信っていうかこのラジオ見てる人は17で調べたら出てくると。そうだね。今多分、ね、今一生懸命ね17で探してると思うんだけどね、もうそういう無駄なことはしないでおこう。それよりもね、スマイルを出そう。BPR の方は今休業中だから、うんうんうん、スマイルをいっぱい出してあげて。スマイル BPR 今セカンドシーズンだけどさ、うん、コロナ開けたらサードシーズンにしちゃえば。お前さ、簡単に言うなよ。サードシーズンしちゃったよ。お前その度その度保健所行って、保健所で店名変更出して、そうなんだ、その書類もらってから警察署行って、 CIA 漁業課長のやつで出さなくて。看板だけじゃないのね。あのね、ほんとね、まだまだ分かんないもう。ほんとにもうこれから覚えていかないとダメだよ。あのね、いいか、じゃあもう一つ面白いこと教えてあげる。面白いことが聞けます。このコーナーでね、はいはい、俺 言っちゃうよ。はいはい、教えてください。あ、前回も言ったけどさ、はいはい、協力支援金いただいてる方々、うちは完全休業してますから確実にもらえます。確実にもらえます。遅れててももらえます。遅れててももらえます。正直な話、東京都神奈川県ダダ遅れです。あ、3、4ヶ月当たり前に遅れます。うわ、それだからみんな耐えきれなくなって、うん、ちょっとねずるいことをし始めたの。あら、酒の取り扱いはいたしません、カラオケは一切歌わせておりませんってね、看板に書いてね、夜の8時で閉めますってやってんの。8時で閉めます。はい、バレるよ。なんで、どのように。酒の納品書でバレるよ。あ、そのためにだから酒屋とかそういうカラオケ店とカラオケ業者に国が協力してるからって24万円とかちっちゃい金額渡しますって言ってるじゃん。へ、ね、その金欲しいんだからさ、みんな納品書から何か全部出さなきゃいけないんだから。お酒が納品書で見るの。納品書でバレるよ。納品したけど出してませんって。そうだよ、だって東京都は東京都でさ、時短営業に要請、まず2月まで時短要請だったでしょ。はいはいはい。そのさ、 2月までの分をあえてさ、あの水道料金のメーター11月分のやつを、うんうんうん、要は11月分のやつを添付してくださいってついてる。ほう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 。そしたらさ、今度さ2月3月と上下水道っていうのは2ヶ月に一遍くるで、ほうほうほう、また添付してくださいって出した時に、おいおい、何リューベも変わってねえじゃねえか、ここの店やってたんじゃねえかって言ってすぐ足引っ張るんですよ、上下水道。うん、まあだから ね、そんな簡単に協力金ももらえないしね、うんうん、騙しこいてやろうとしたって無理なの。だからね、言うこと聞くしか他ないわけ。ほうほうほう。で、俺がね、真面目ちゃんになってるって言うんだけど、真面目ちゃんじゃないんだよ。ちゃんと金もらおうと思ってんの。あー、やってもらえるまん、もらおうときますよ。内心のような顔。不自由。だけど、でも実際問題、なんつーの、うん、まあ、お金も必要だけど、はいはい、それやると今度結局従業員さんが働けなくなるから、うんうんうん、で他に行っちゃうっていうのもあるんだけど、もうこれも仕方がないと思ってるし、はいはいはい、まあ、国の要請だから俺はちゃんとね、あの受けてるだけの話だって。だけどどうしてもね、ちょっとね、黙らかしてやろうっていう人いるわけよ、うん、じゃあお店3軒持ってるから2軒は閉店させて1軒だけにしといて2軒協力金もらうとかっていろいろやってるわけよ。あ、はいはいはい、それできんの。え、全部名義変えればいいわけじゃん。へ、でもその名義変えるのもだからそういうね、審査許可証っていうのはさ、そう簡単に取れないから。なるほど。そう、そんな結構大変、ね、キャバクラとかになると風俗営業第1号営業っていう許可証が必要になってさ、はいはい、1号営業許可って言うんだけど、それ取るのに55日間かかるわけ、申請出して2ヶ月。うん、ところがさ、土日は含まれないから70日だよ、約3ヶ月弱かでしょ。だから今からじゃ前年度比も出せないから、結局そのまま無理くり出してるし、うんうん、ほんでガールズバーとかは接待を基本しないっていうのが条件になってるから、はいはいはい、ね、あの保健所とあと深夜酒取扱い提供者っていう申請をすればいいわけ、うん、この申請は10日間で降りるんだけど、うん、深夜酒取扱い提供者って言ってる時点で酒の取り扱いはしていますよって言ってるんだから、うん、時短要請で、うんうんうん、休業要請で、うんうんうん、なのにそこに私たちは酒の提供しません、カラオケの提供しませんって。それは無茶があるだろ、許可証がそれなんだからって。持ってるだけでダメなんだ。うん、だって許可証がそういう販売になってるのにさ、それをしてませんって言ったって、そんなのダメですよって、あなた方はもう、種類のって書いてある。
取り扱い者を休業ですって言うけど許可持ってんだからダメだよ。うーん、まあいいか出すか分かんないわけで、そんななんつうの、適当なこと言ってさ、いやこうですって無理無理無理。へえ。俺だから今さ、俺の仲のいいさカラオケ、うんうん、第一交渉のさ営業マンにさこういうこと言ったの、うん、おじいちゃんばあちゃんたちのねスナックとか、うん、正直ねスナックバブル起こしてるんだよ。スナックバブルとは、うん、おじいちゃんおばあちゃんとかでやってるから人件費かかってない店がさ、うん、家賃さすげえ安い金額でさ、うん、ね、184万円とかさ、あーはいはいはい、はい、3月は124万か、ほうほうほう、なんかもらうわけじゃん。ほうほう、したらさちっちゃいスナックとかだとさ家賃10万ぐらい で、うん、で人件費かかってないわけだろ、休業してた方がさ、うん、全然金入ってくるわけ、うはうはよ、うはうはよ、スナックは100万ちょいもらえるわけ、ね、ところがさ、はいはい、その申請の仕方をみんな知らないわけよ。うーん、だからカラオケ屋のその営業マンにお前や代わりにやってこいっつって、うん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 、したらね喜ばれるから、うんうんうん、で喜ばれたらね、したらねあんたにだけはちゃんと払ってあげるからって、絶対遅れねえからっつったら、あの女全部遅れてないっつって、ちゃんともらえてるんです、うん、だけど他のからキャバクラとかそういうところはさ、なんであんたたちだっていくらかもらったんだから、うん、少しぐらい値段下げてくれよって言うらしいんだけど、はいはいはい、第一交渉とかさ、うん、そんなでかい会社がさ、うん、ね、一個の会社にさ20何万入った時でさ何十万台っていう機械貸してんだからさ、うん、1円にもならないじゃん。うーん、だろ、なるほどね、だから世の中うまくさなってんだよ、はい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 、だからね休業要請に従うようになるだけねした方が俺はいいと思うんだよね。それでねこの時期にね稼げない人、うん、あのね今からでも遅くはないのでね、うちの事務所、はあ、この今出してくれてるスマイルの、うん、もうちょっとずらすとあの QR コードが出てくる、ほうほうほう、QR コードを携帯電話でこうカシャーしてもらって、カシャーしてもらって、うん、そうそうそう、春木バス消していいや、うん、でそれこれカシャーしてもらってね、そしたら申し込みができるんで、うんうん、それ何の申し込み、あのね社長からね連絡がちゃんとね、ご応募ありがとうございましたっていうので、あ、応募なんだ、そう、それでなんていうの、給料システムとかそういうのを全部言ってくるの。30秒前って言われたけどずっと LINE なんだけど、じゃあこのままで30秒前このままで切っちゃう、まあ、所属して所属するための応募だよね。そうそう、所属しないと結局ね、うん、お給料ね発生してもみんな使っちゃうから、うん、あ、所属してからやるわけだ、うん、だからソフトバンクホールディングス恐ろしいぐらいに儲かってて、今さカウントダウンしてるけど今無視してるから俺、さ、もうまた、もう大丈夫です、もうちょっと伸ばしますんで、ダメよ、絶対言われるよ、絶対言われる、絶対言われる、僕もフリーでやってますから ね、はい、フリーでやってるとどうしても溶かしちゃうから、ほら無視したから、ほらあーって顔してる従ってくれないってなって、これが生放送です時間オーバーした人が何か言ってますけど、じゃあ時間オーバーしたんでそろそろ切ります、俺のタイミングで切ればいいんでしょ、ほうね、俺のタイミングじゃないんじゃない？ね、ほらもうもうもうさ、オッケーのちっちゃいの。オッケー言わちっちゃいよ。もういいですか、やめてください。そういう感じなのもいいですよ。楽しいよ本当。そこフリーだけどね、そこそこ頑張ればいけるから。高田純次よりたちが悪いね。俺令和の高田純次目指してんだけどさ。今度スカーフかなんかつけてきたらいいんじゃないですか。今度仮面してくるよ。仮面ね。うん、あ、お前仮面持ってるんじゃない？持ってるよ。結構持ってる。あれ貸して。いいよ。一個貸して。いいよ。もう一回準備してますね。覚えてあ、サンキュー。はい、やりましょう。サンキューナーだよ、はい、はい、来るよ、はい、じゃせーの、サンキューナーと、お疲れ様でした、本当に困ってやから、本当に困ってる、あの姉ちゃん困ってんぞ、あれ、ね